どう？なんだこいつ？変質者だな。この町はこういうイカれたやつもたくさんいる。忘れたのか？いや、そうだったね。よっしゃ、やるぞ。おうよ。勝ち行こうぜ。してきました。頑張りますか。いつでもいいぜ。ふざけないでください。見さらせ。ああ、お願いします。俺の番だ。やるぜ。ガツンと行くぜ。そうね。次は俺だ。黙らせてやる。これでどうだ。よし、やるぜ。出番が来たな。行くか。見たかよ、俺の活躍。まったく何が楽しいんだこいつ。相変わらずどん底の町だな、ここは。ほう、コウモリ男か。変わらず筋門登録に励んでくれているようだな、春日。感謝するぞ。お？久しぶりだな。あんたは誰だっけ。ズコー、俺だよ俺。ドクター森笠、通称スジモン博士だよ。冗談だよ、覚えてるって。久しぶりだな、スジモン博士。スジモン博士、カスガの知り合いか。足立さんも会ったことあるだろう。一緒に雑居ビルに入ってるスジモンセンターへ行ったじゃねえか。全然覚えてねえ。可愛いことの思い出なら忘れない自信があるんだがな。あっそ、まあいいや。この人はスジモン博士っていうスジモンの研究をしてる怪しい人だ。俺はこの博士からスジモンのデータを集める協力を依頼されていたんだ。その通り。ちなみにスジモンとはその筋のものという意味だ。筋のもの、筋もん、筋もん。はあ。ま、要は危険な人間のことだな。俺は下手に絡んだらボコボコにされるような危険な人間を筋もんと呼んでるんだ。なんだか語呂もいいしな。全てはこの世界の平和のために。平和？この世界、特にこの異人町は危険な人間が山ほどいる。チンピラから変質者まで山ほどな。だから俺はデータを集めて誰が危ないのかをしっかり定義することで一般人が危険な目に遭う確率を減らしたいと思っているのさ。それで危険に巻き込まれやすい春日がデータ収集を手伝わせる人材としてもってこいだったってことか。ああ、なんだか思い出してきたぜ。それで春日、スジモンデータ収集は相変わらず続けてくれているのか。で、怪しいな。俺がインストールしたアプリまだあるんだろうね。スマホ貸してみろよ。だ、ちょっと。おい、お前、俺のスジモン図鑑アプリアンインストールしてるじゃねえか。なんかいらないかなと思って。いらないかなと思ってじゃない。もう一回入れさせてもらうからな。めんどくせえな。頼むよ、この町の平和のためなんだからな。
でも俺もうすぐハワイに行くんだよ。海外でもこのアプリ使えるのか？ああ使えるが。お前ハワイ行くのか？なんでまたバケーションか？いやちょっとやることがあってな。ハワイって言ったらスジモンのメッカと言われてる場所だぞ。え、そうなの？おお、最高の南国リゾートだが裏には野蛮な奴も多い。日本にはいないような種類のスジモンが山ほどいるはずだ。それにスジモンたちを使ったとある大会も開催されている。とある大会？まあそれはいつか時が来たら話すよ。とにかくハワイでもスジモンデータ収集をよろしく頼むぞ。目指すぞスジモンマスター、アゲイ。わかったよ。それじゃあな、博士。まさかハワイに行くとは。これはあの因縁を晴らす最後のチャンスかもしれん。